みなさんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回は車椅子の選び方、なぜこの車椅子を選んだかっていう理由がありまして、入院したのが7月でしょ。で、8月くらいだっけかに山田孝之と菅田将暉のドラマでデイとかっていうドラマがちょうどやってたのを、この入院中のベッド上で見て、そしたら山田孝之が車椅子の役だったんですけど、その時に乗ってた車椅子がめちゃくちゃかっこいいなみたいな、すごいスマートというか体の一部みたいな感じで映ってたのを見て、こういう車椅子こんな感じで乗りたいなっていうのが、まず車椅子を選ぶためのこう一つのイメージになってました。そっからインスタとかのハッシュタグで、日本人っていうよりは海外の人たちをすごい調べると、めっちゃ座高が高く、こうなんだろう、背筋もこうシュッとっていうか、こう猫背じゃなくてさ、ピンとした感じで乗ってるのとか、こうスリムな感じで乗ってるのを見て、なんか本当に自分もこういう風に乗れたらいいなっていうのがあったんですけど、でもメーカーさんとか全く分かんないし、まあそんなことを考えたり暇もなく、国立派に転院し、国立派に行って初めて乗った、病院から与えられた車椅子が OX さんの折りたたみの車椅子でした。やっぱりこう鏡を見ると座高がこう低いというか落ちてるし、こう姿勢もこうちょっとこう前傾姿勢で悪くなる感じがあんまり好きじゃなくて、で、こう車椅子の業者さんと、私はこういう感じで乗りたいんですけどどういうのがいいですかっていうのをこう相談した時に、まあ、一番初めに出たのがやっぱり固定車、じゃあそれだったら固定車だねって、背もたれをこうしっかりこうピンと張りたいんだったらまず固定車がいいと思う。で、まあ、大体結構なんかみんな固定車って言って一番初めに乗るのがパンテーラだねってなって、パンテーラを試乗させてもらったんですけど、身長がやっぱ海外仕様というか高身長型用に作られてる感っていうのがあって、ちょっと身長が低い私にはやっぱ合わなくて、でやめました。でそっからいろんな固定車をこう、まあ、タイライトとかなんかティグとかクイッキーとか、なんかそういういろんな本当にメーカーさんがあるんですけど、そういうのをいっぱい乗った上で、でもなんかどうしても自分のイメージと合わない。でその業者さんにそのデイリーの話をしたら、あ、それって松永のその新しいやつだよっていう風になって、持ってきてもらって乗ったら、もう本当にめちゃくちゃ私が理想としてたポジションというか体にこうフィットした感じだったんで、もう決めました。で結構みんながその折りたたみと固定車で迷う時っていうのが、車への積み込みとかを結構すごい聞かれるんですけど、それこそ軽装の人です、軽装の人とかも、まあ、車椅子ラグビーとかしてる人とかでも固定車の人がほとんどだし、本当に車への積み込みって1日のうちに1回とか2回とかね、仕事行くんだったらとかそれくらいしかやらなくて、自分で漕いでる時の方の時間が長いから、それを考えたらやっぱりこう歪みの少ない固定車を選ぶのがいいかなと個人的には思います。積み込みはね、本当にね、私も初め固定車で積み込むのが苦手だったんですけど、やっぱ慣れる。で背もたれなんですけど、これ私購入当初もうちょっとね、ここら辺くらいまであったんだっけな、背もたれの高さ。この C-MAX 本当に調整が、買った後の調整ができるやつで、まあ、ここら辺にも結構こうあるんだけど、自分まだ全然体幹効かせれるから下げようって思って、へそ上くらいかな、座った時にへそ上くらいで、この冬はもうこの肘置きも取って乗れるようにします。まあでもかっこいいよね、この車椅子でしょ。車椅子だよね、この色とかも全部そう、マットブラックなの。ちょっとクリア吹いてからテカテカしてるところあるけど、ここはここ、これハンドリウムって言うんですけど、漕ぐときにこう掴むところ、
通の丸とかもあるんですが、この楕円というかこの細長い方が握りやすい、力が入れやすい、うん、これも選べんの？選べる。色はこれ、これ松永の場合はこれはね、この色しかなかった。総重量、ちなみにこの総重量はロホの場合、ロホを一緒に測った場合だと 11.6 です。それは 11.6 をタイヤ分解して本体だけになるから、まあ、追い込む時は全然そんなに重たくはないかな。僕らっていうのは車椅子を見る機会があまりなくて、まあ、見るとしたらスーパーにあるような車椅子のイメージしかまあなかった、まあ、だからってこのデザインっていうのはやっぱり見慣れない人からすればめちゃめちゃかっこいい。だしみんなやっぱりさ、折りたたみになるって思ってるから、タクシーうんちゃんとかもさ、すぐさ折りたためますかとか、航空会社の人もすぐ折りたためますかとか、めっちゃうわってやるとしてるんで、折りたためないですとかっていう、なんかでも本当に固定車がだんだん普及してきてるから、やっぱり見てる人たちも固定車があるんだよっていうのをまず知ってほしいなと。で本当にマジ車椅子の知識が入院当初で全然わかんなくて、病院から言われた通りにどこどこの折りたたみ買いましたとか、なんかそういうのがあって、でも結局よくよく見たら、なんか私自分が乗りたかった車椅子じゃなかったとかってなって、一応6年ごとに更新ができて、6年ごとに補助金が下りるんだけど、その前に実費で車椅子を買い替えるっていう人がすごい多い。だから一番初めにめちゃくちゃ高いものを買えとは言わないけど、でもちゃんと自分で調べて、自分の足になる代わりのものが20万円そこそこで買えるもので本当にいいのかとか、そういうのをちょっとちゃんと、もうちょっと個人的には考えてほしいなって思います。私のやつはね、補助金がね20万ちょっとくらいかな、降りるんだけど、まあ、全部で合わせて50万くらいしてるから、実費で25くらい払ってるんだけど、でもやっぱ6年間それを使うって考えたら別に高いっては思わないし、自分の足の代わり自分になるものだったら高いっても思わないし、やっぱり変なものっていうか、本当に自分の体に合わなくてっていうものを持ってると体がどんどん歪んできちゃう。ただでさえ座ってる時間をずっとこれで過ごすから、本当に車椅子選び、今悩んでる人とか、まあ、これから2代目買おうとかって思う人とかは、本当もっとちゃんと考えて、いろんな会社を調べて、まあ、できるんだったら本当にいっぱい試乗してほしいなと思います。こんな感じで車椅子の紹介を応援しました。この動画が役に立ったなと思ったのであれば、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。